何まあ、ありますね。じゃあ、お互いの、ありますか、じゃあ。え、なんかありますか何照れてんのなんだろうな。うん、最近、うん、じゃあ、今市くんは、うん、最近、引っ越しして、はいはいはい。うん、したね。家が豪華になったらしいですよ。行ったことねえな。それみんなやんけ、それ。俺だけじゃないやんけ。そうだった。別に豪華にもなってないし、言い方言い方。あの、おしゃれなね、デザイナー、うん、デザイナーズマンション。はい、ちゃんと、お風呂のバスタブも。前回、まあ、浴槽がなかったので、うん、今回も浴槽重視で、選びました。前の家な、ちょっとひどかったもんな、あれ。でも、いい感じだったいい感じだったとか、真ん中に邪魔な階段あるわ。まあね、シャワーの勢いないわ、みたいな。じゃあ、激白か。うん、あります？なんか。あのね、オミはね、うん、オミの、うん、オミ首の後ろに、ほくろがあるんですよ。うんうん、あ、うん、あるね。言えよ、お前、それ。これ、ただ、初めて気づいたのが、うん、まあ、オーディション中かどうかわかんないですけど、うん、そんぐらいの時期で、うん、エレベーター一緒に乗ってて、うん、でオミの俺後ろにいて、要は、オミの首の、が見える位置だったんですよ。うん、そしたら、あ、ほくろあんだ、と思って、うんうん。ちょっと3D チックな。うん、ちょっとぷくって。ぷくって、ね。ちょっとね、そうあるんですよ、ほくろが。で、やっぱ首の後ろにほくろあるとなんかモテるとかいいじゃないですか。知らない。知らないですか？初耳は。まあまあ、そういうのがあって、やっぱ、かっこいいし、モテるんだろうなどういうことやねん。そしたら、そこに、一本、毛が止まんなくなる。そうなの。で、それをね、俺もう、もう気になってしょうがなくて、もう、抜いたんだよ、でっつって。そしたら、痛っつって。何の答えもなしに。いきなり？それ抜いて、俺がシューッ絞んだらどうするのみたいな。それめっちゃ面白い。俺あるんだよね。今度見てあげて、ケンちゃん。一本だけ。一応今見しよう、ちょっと。ちょ、いや、無理無理。なんで？そんな嫌がんなよ。激白。激白だね、これ。